前回のあらすじ、高根が新しいプチドルを連れてきました。プチマス。ちょっとどうしたのその子。拾いました。ここで道で。名前はヤヨトに。だからどういうことなんだ。ほんほんへほんほん。3ヶ月前。あら、くださるのですか。感謝いたします。ダッシュと、そのようなわけなのです。カナハ、この子の冬毛には驚きましたが、これはこれで愛らしくて良いとは思いませんか。この子なら自分が拾いたかったぞ。ということで千早、対処法を教えて差し上げます。本当に諦めてください。ひどい。あとお茶をください。ひどい。そういうわけで冬になると、チヒャーは毛がふっさりと、ユキポは尻尾が、そして新しいプチドルヤヨはなんだかもっさり。チヒャーはげんなり。グーでいきますよ。というわけで、次回以心伝心です。さあ皆さんご一緒に、せーの、プッチまーす。